久しぶりに聞いてください。5月の28日に作ったとメモをしてあります。うちの母が入院してて、そして久しぶりに帰っていた時に作った歌です。母が帰ってきた、久しぶりに歌います。母が帰ってきた、50日ぶりに、さつき晴れの朝に、笑いながら帰ってきた。母が帰ってきた、住み慣れた家へ、前より少し元気になって病院から帰ってきた。母は今年80、時々子供に帰れ、だだをこねたりわがままになったり、目の前でおしっこしたり。母の体を拭けば、この垂れ下がった胸に、吸い付いた日のこと、ついこの間のこと。母の胸の中をふと覗き込めば、これからあと何年、どんな日がするんだろう。時々俺も言葉荒くなれ、帰り道謝りながら自転車を漕ぐ。母が歩いてくれるだけで嬉しくなれ、今日も母に会いに電車を漕ぐ。母が帰ってきた、50日ぶりに、さつき晴れの朝に、笑いながら帰ってきた。イエーイ。ひょっとしたらこの中にもその80になられたり80歳に近いお方が、俺自身もそうなってきたけどね、おられるかもしれませんけれども、ユーズオーライブに来たら長生きするということになってますので、イエーイ。